皆さんどうもこんにちは。アプリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回はですね、みんなが超期待する注目の新作アプリゲームトップ10を紹介していきたいと思います。今回紹介するスマホゲームのダウンロードリンクは全て説明欄にリンクを貼ってありますので、少しでもね気になったゲームがあったらぜひねダウンロードして遊んでみてください。それでは本日の動画始めていきましょう。まず最初に紹介するのは鬼滅の刃血風剣劇ロワイヤルになります。こちらのゲームはね2020年12月22日に配信延期が発表されました。それから運営は全く動きがありません。しかし公式からの正式な制作中止が発表されていないことだったり、すでに事前登録が行われていることや、地上波のアニメが新たに開始したことがあるのでね、諦めずに期待を込めて紹介します。本作は国内で大人気の鬼滅の刃の初のスマホゲームでね、鬼殺隊と鬼の陣営に分かれてね、キャラクターたちが持つスキルや技を武器にね戦う対象対戦型サバイバルアクションゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、鬼殺隊は味方の大使と協力しながら鬼の滅殺を目指します。一方鬼殺隊の前に立ちはだかる鬼は鬼殺隊の殲滅を狙っていきます。詳しいゲーム情報や配信日はまだ発表されていないんですけども、今後の新しい情報はこちらのチャンネルで分かり次第紹介するのでね、もしよかったら定期的にチェックしてみてください。次に紹介するのはコールオブデューティーウォーゾーンモバイルになります。本作はコールオブデューティーのフランチャイズの新時代を切り開き、最高レベルのクオリティのバトルを楽しめれるバトルロイヤルモバイルゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねウォーゾーンモバイルをスマホで楽しめます。一般的に知られているコールオブデューティーウォーゾーンはね、ゲームを遊ぶためにゲーミング PC や家庭用ゲーム機が必要なんですけども、こちらコールオブデューティーウォーゾーンモバイルはね、お手持ちのスマホでいつでもどこでも本格的なバトルを楽しめます。本作はねお手持ちのスマホ1台で本格的なコールオブデューティーのゲームプレイを体験できます。さらにね、最高級のグラフィックスと直感的な操作で遊べたり、動きやエイム、武器のハンドリングに至るまで全てがモバイルゲーマー向けに設計されています。もちろんね、アニメーションやサウンドの最適化やプレイヤーが求める究極の精度、リアリティ、パフォーマンスを実現しています。それ以外にもですね、最大120人の実際のプレイヤーとバトロワを楽しめます。こちらコールオブデューティーウォーゾーンモバイルはね、最大120人の実際のプレイヤーとバトロワを外出先で遊べるんですけども、新しいコールオブデューティーのテクノロジーを採用し、フレンドやチャットチャンネルなどのソーシャル機能や所持している武器だったりバトルパスなどが共有になるので、シームレスにコールオブデューティーを遊べます。次に紹介するのはアースリバイバルになります。本作は近未来の終末世界をテーマにした TPS サバイバルゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね本格的なオープンワールド探索を楽しめます。こちらアースリバイバルはね、自由度が高く多様性のあるオープンワールド世界を冒険できます。続いてですね、 3A 品質のグラフィックスが楽しめます。本作はね、写実的かつ 3A 品質の 3D グラフィックスでリアルな世界を想像できます。それ以外にもですね、没入感のある体験を楽しめます。こちらアースリバイバルはね、ハイクオリティなデザインに加えてね、没入感のあるサバイバル世界を遊べます。次に紹介するのは崩壊スターレールになります。本作は原神や崩壊サードのミホヨが送る崩壊シリーズ最新作となる 3D ターン制 RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね美麗なグラフィックスと本格的なターン制 RPG バトルを楽しめます。こちら崩壊スターレールはね、前作の原神や崩壊サードと同じくね、ハイクオリティなグラフィックスと音楽でね、没入感のある物語を楽しめるんですけども、アニメ調な絵画で描かれた世界でね、シンプルな簡単操作で本格的な単性 RPG バトルを遊べます。またね、迷宮探索ではね、友達と一緒にマルチプレイで遊べます。次に紹介するのはハリーポッター魔法の覚醒になります。本作は第二次魔法戦争の数年後が舞台でね、ホグワーツ魔法魔術学校の若き魔法使いとなってね、冒険ができるカードバトル RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねハリーポッターの物語を追体験できます。こちらハリーポッター魔法の覚醒はね、ハリーポッターシリーズを一から楽しめます。プレイヤーはね、最初にホグワーツ魔法魔術学校からの合格通知を受け取ったところから始まるのでね、ハリーポッターを知らない方から大好きな方まで物語を楽しめます。またですね、組分け帽子が生徒の癖に合った寮を選択したり、空飛ぶほうきで空を飛び回る人気スポーツクイディッチなど原作の世界観を忠実に再現しています。続いてですね、ハリーポッターシリーズでおなじみの魔法バトルが簡単に遊べます。エクスペクトパトローナムなどのハリーポッターシリーズおなじみの呪文だったり魔法薬や魔法動物はね、プレイヤーが使用できるカードとなって登場しています。それ以外にもですね、ハリーをはじめロンや
ハーマイオニーといったおなじみのメインキャラたちからシリーズに登場するマニアックなサブキャラまで多数登場するのでね、大勢の友達と交流して強力な味方を仲間に加えたり強力な魔法の呪文を入手してみてくださいね。次に紹介するのはレインボーシックスモバイルになります。本作は世界中で大人気のレインボーシックス CG から生まれた5対5の非対称型オンラインタクティカル FPS ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねレインボーシックスシリーズ初の無料で楽しめます。こちらレインボーシックスモバイルはね、一般的に遊ばれているレインボーシックスシリーズのゲームと違ってね、お手持ちのスマホで誰でも手軽に無料で遊べます。続いてですねレインボーシックスシリーズ最も簡単操作で楽しめます。本作はね家庭用ゲームのレインボーシックスと違ってね、全ての操作がスマホ操作なのでね、シューティングゲームが苦手な方でもシンプルな簡単操作で手軽に遊べます。それ以外にもですねおなじみのマップと多彩なオペレーターを楽しめます。こちらレインボーシックスモバイルはね、モバイル向けに調整されたレインボーシックスシリーズおなじみのマップとシリーズ歴代のオペレーターが多数登場します。さらにね定期的なアップデートでね、新マップやオペレーターが新たに追加されます。次に紹介するのはキングダムハーツミッシングリンクになります。本作はキングダムハーツシリーズの最新作ゲームで位置情報アクション RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね現実の世界とリンクしたマップを探索してバトルを楽しめます。こちらキングダムハーツミッシングリンクはね、プレイヤーは現実の世界とリンクしたマップを探索してバトルを遊べたり、ゲーム内の世界を自由に歩き回ったり、世界中に設置されているピースと呼ばれるアイテムを集めてキャラクター育成を楽しめます。続いてですねスマホを持ち歩くだけのポーチプレイでゲームを楽しめます。本作はね忙しい方や時間がない方でもスマホ1台を持ち歩くだけでプレイヤーの移動にリンクして自動でバトルやピース集めができます。それ以外にもですねキングダムハーツのゲームをマルチプレイで楽しめます。こちらキングダムハーツミッシングリンクはね、近くのお友達から遠くのお友達と最大6人でマルチプレイを遊べます。次に紹介するのは未来戦場になります。本作は荒野行動を作った会社ネットイースゲームズ新作ゲームでね、5対5のマルチプレイ FPS ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね多彩なヒーロー能力を楽しめます。こちら未来戦場はね、各ヒーローのエリアスキャンだったりテレポートやシュラウドなどね、独自の戦術能力でバトルを遊べます。続いてですね多彩な武器を操作して遊べます。本作はウージーだったり UNP や AK などね、多彩な武器が使用できます。本当にね射撃や武器のスキンアクセサリーをふんだんに楽しめます。それ以外にもですね5対5のヒーローバトルを楽しめます。こちら未来戦場はね、気軽にお友達と豊富な5対5のバトルを遊べます。デスファイトだったり軍港競争などね、多彩なゲームモードを遊べます。次に紹介するのはバロラントモバイルになります。本作はライアットゲームズが送るキャラクター要素と競技性を備えた5対5の対戦型タクティカル FPS ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねバロラントモバイルを無料で楽しめます。こちらバロラントモバイルはね、公式スマホゲームになるんですけども、 PC 版シューティングゲームのバロラントと違ってね、高価な高性能パソコンがなくてもね、誰でもスマホ1台で無料で遊べます。続いてですねシリーズ最も簡単操作で楽しめます。 PC 版バロラントはね、キーボード操作で複雑な操作になるんですけども、本作はねスマホ1台で遊べるのでね、ゲームが苦手な方だったり初心者の方でも気軽に遊べます。それ以外にもですね本格的な FPS バトルを楽しめます。こちらバルラントモバイルはね、5対5の攻撃側チームと防衛側チームに分かれてね、攻撃側はマップ内に複数ある標的を爆破、防衛側はその阻止を目指すゲームなんですけども、ヘッドショットでワンパンできたり、足音やスキルを通じてね相手の位置を察知できたりとね、シビアな打ち合いと多彩なスキルを存分に楽しめます。最後に紹介するのは呪術廻戦ファントムパレードになります。本作は週刊少年ジャンプで大人気の呪術廻戦の初のスマホゲームでね、 RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねテレビアニメの世界観とゲームならではの呪術廻戦の物語を楽しめます。こちら呪術廻戦ファントムパレードはね、アニメのストーリーを新規フルボイスで再現していたりね、さらにですね様々なキャラクターの視点でね描かれるストーリーもフルボイスで楽しめます。続いてですね簡単操作で術式を操り、テレビアニメさながらの本格的なバトルを楽しめます。本作はですねテレビアニメさながらのねハイクオリティで展開されるバトルを体験できます。さらにね自分だけのチーム編成ができるのでね、呪術廻戦の世界を存分に楽しめます。それ以外にもですねアニメおなじみの多彩なキャラクターを楽しめます。虎杖悠仁だったり伏黒恵、釘崎野薔薇や五条悟や七海健人などね、呪術廻戦おなじみのキャラクターはもちろんなんですが、それ以外にもね多彩なキャラクターが随時登場します。
はい、ということで今回なんですけども、みんなが超期待する注目の新作アプリゲームトップ10を紹介しました。少しでもね参考になりましたら、動画の高評価もしくはねチャンネル登録の方よろしくお願いします。またですね、今回紹介したスマホゲーム以外にも皆さんのねおすすめスマホゲームをぜひねコメント欄で教えてください。こちらのチャンネルはちょっとした隙間時間に遊べるスマホゲームだったり、夏休みや冬休みなど長期休みにがっつり遊べるスマホゲームをたくさん紹介します。またですね、 YouTube をチャンネル登録してもらうと YouTube のコミュニティ欄を見ることができます。動画よりも早く速報で新作スマホゲーム情報やスマホゲームの事前登録情報を定期的に YouTube のコミュニティ欄で先行で配信してますので、もしよかったらねぜひこの機会に YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。最後にですね、ブログもやっています。 YouTube では紹介しきれないたくさんの無料スマホゲームをブログでも紹介しますので、もしよかったらね動画の説明欄からぜひブログもチェックしてみてください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーザーでした。バイバーイ。2023年もねたくさんのスマホゲーム出ますので、ぜひ僕のチャンネルで面白いスマホゲーム見つけていってくださいね。バイバーイ。